あなたは知床物語という自然ドキュメンタリーをご存知だろうか。正式には知床ヒグマ物語、知床半島に生息するヒグマとその自然に関わる物語だ。知床というのはアイヌ語で岬という意味だ。ということは、知床という地名はアイヌが住んでいた地域、北海道だけでなく千島列島、そして樺太にもあっても良さそうだ。そう、かつて日本には3つの知床があった。一つは北海道の知床岬、二つ目は樺太静香の東側の北知床岬、三つ目が樺太大泊南東の中知床岬だ。かつてこの三つの知床岬が日本にあったことはあまり知られていない。樺太の北知床岬と中知床岬、そして北海道の知床岬の物語を合わせて三知床物語とでも名付けようか。北海道知床岬の物語は知床ヒグマ物語を見てほしい。今回は樺太にあった北知床岬と中知床岬を紹介しよう。この動画は資源と鉱石を科学するゆっくり資源解説チャンネルさんとのコラボでお送りします。北知床岬はかつて日本人開拓者によって真の知床、漢字で書くと真の知床と呼ばれていた。当時は日本人開拓者の北限の岬だったのだろうか。それとも本当の岬とも呼ばれる理由があったのだろうか。現在でも北知床岬には舗装された道路がない。ここあたりは永久凍土もない湿地帯で、道路が作れないのだ。日本時代にシスカと呼ばれていたポロナイスクから出発するのだが、車で北知床岬まで行くには、ジープでオフロードを楽しむしかない。舗装されていない道路では、10分もすると背中、腰、お尻が激しい揺れに悲鳴を上げ始める。オホーツク海の美しい風景を楽しむ余裕すらない。どんなに振動に強いと自称しても、お尻と手のひらにじんわり汗がにじんでくる。旅行会社の通訳さんに聞くと、北知床岬の先端まで5時間ほどかかるとのことである。これはただただ我慢するしかない。北知床岬はロシア語でテルペニエ岬。テルペニエの意味は忍耐。北知床岬は忍耐岬であるのだ。シスカを出発して約12時間、ついに北知床岬に到着する。そこには夕日を浴びた北知床岬灯台が凛として立っている。天候状態次第では北知床岬に着く途中で一泊することもある。北知床岬の先端は高さ40メートルほどの切り立った崖になっている。海岸線はほとんどない。崖は海鳥たちの楽園になっていて、春先はカモメたちが休んでいるが、6月から7月頃には6ペンチョウが子育てする場所になる。海には大きく突き立った岩が2つあってシンボルになっている。岬の先端近くに木製の階段があって、登りきると岩溝岩の平原が広がっている。そこに日本が作った北知床岬灯台があった。近くに銘板の一部が残されていた。北知床岬灯台、昭和12年8月建立、上野貞次郎。上野貞次郎という人物は調べてもわからなかった。詳細がわかる方がいたらぜひコメント欄へ記載ください。この北知床岬灯台は現在使われていない。灯台の中に入ると鉄錆びた螺旋階段が上に伸びている。北知床岬の観光は北知床岬の簡易宿泊所に寝泊まりして滞在する。できるだけテントなどは避けたい。熊が出るからだ。樺太の熊はシベリア由来のものもあり、非常におっかない。簡易宿泊所のおかげで北知床岬から海氷島などを見られる。海氷島は北知床岬を経由せずとも、シスカから汽船で7時間かけて海氷島周辺を観光することができる。これは日本統治時代から現在まで同じ形式だ。プーチン大統領のウクライナ侵攻によって日本人観光客が激減するまでは夏場に観光船も運航されており、日本人もちらほら観光に訪れていたようだ。海氷島はロシア語でチュレーニー島と呼ばれている。現在も日本統治時代の写真と変わらないオットセイやロッペン中の楽園である。ここは日本統治時代から現在まで人が住まず、自然のまま保存がされている。海氷島の海氷はアザラシだが、アザラシはいない。見たらわかると思うが、アザラシとオットセイは結構違う。何はともあれオットセイやロッペン町の楽園なのだ。島の長さは約700メートル、幅は約70メートルの非常に細長い島だ。砂浜には数万頭のオットセイ、高さ十数メートルの崖上には数十万羽のロッペン町、正式名ウミガラスがいる。写真を見るだけで、オットセイやロッペン町の楽園だったことがわかる。戦前の日本統治時代、日本国内でわざわざシスカから7時間船に揺られても見る価値のあった観光地といえる。まさに絶海の自然の島であり、一度は行ってみる価値がある島なのだ。次に樺太南東に位置するの中知床岬。
現在のロシア連邦サハリン州のアニワ岬。ここはすでに使用されなくなった朽ち果てた灯台が岩礁にそびえ立っている。アクセスするのはかなり難しい場所であるにもかかわらず、多くの廃墟、秘境マニアを魅了している。この灯台は中知床岬灯台、ロシア名はアニワ灯台。この灯台は日本統治時代に中知床岬先端の岩礁の上に設置された。ここは海西でも波が高く、不規則に離岸流が発生する危険な場所だ。樺太東部は東樺太海流という寒流が流れており、海水温が劇的に冷たい。暖流である対馬海流の一部が宗谷海流となり、知床沖に流れているはずだが、北海道オホーツク海側や知床沖が夏でも水温が低い理由は、寒流である東樺太海流のせいだ。ソ連崩壊後、ロシア政府とサハリン州政府は、中知床岬先端付近に船で近づかないよう警告してきた。現在、灯台は打ち捨てられた状態となっているが、非常に人気の観光スポットとなっている。建設は1937年に開始され2年の歳月が費やされた。中知床岬灯台は1939年10月に竣工し、逓信省灯台局の三浦忍技師によって2年数ヶ月をかけて建設された。中知床岬周辺に資材を置く敷地のスペースがなく、約8キロ離れた海南の空き地に基地を設け、そこから船で通い工事をしたと記憶されている。三浦義士は大阪港北突堤灯台の設計もした人物で、建築の世界では知る人ぞ知る有名な人物だ。中知床岬灯台は岩礁の上に乗った高さ31メーター、地上2階、地下1階の楕円形平面の基部と9層からなる塔等で構成されている。地下には照明用のディーゼルエンジンとバッテリーが装備されていた。中知床岬灯台の明かりは19階入り、約35キロ先から目にすることができた。ではなぜ中知床岬に灯台を建設しようとしたのか。宗谷海峡であるこの海域は、寒流である東樺太海流と暖流である対馬海流の混ざる地域で、しばしば濃霧が発生する。そして岩の多い浅瀬や不規則な離岸流など、中知床岬に接近する船にとって危険な場所となっていたことから、灯台は必要不可欠なものであった。そしてそのことを最も気にかけていたのは、大正天皇の妃であった貞明皇后だった。そんなこともあり、貞明皇后へ完成間もない本灯台の模型が献上された。貞明皇太后より灯台事業及び灯台森の状況の説明が求められ、1940年2月26日に灯台局長が拝謁して説明を行った。中知床岬灯台は尊女そこらの灯台とは違う、皇族御用達の灯台だったのだ。中知床岬灯台は日本近代建築の父であった東京工業大学名誉教授の藤岡弘康が設計した。当時は珍しかった曲面を多用したデザインは、日中戦争勃発中にもかかわらず表現主義の影響を感じさせたのだ。日本が敗戦し、南樺太全域がソ連軍に占領された。中知床岬灯台もソ連国防省の所管となり、海軍兵士が常駐した。そりゃそうだ、中知床岬は国境最前線の灯台なんだから。だが1962年頃からは、軍人ではなく中知床半島に住んでいた3世帯に業務委託志向隊で常駐していた。1988年には自動化されて無人となり、1990年代頃からは電源として原子力電池の一種である RTG が使用された。しかし2006年には原子力電池の運用を停止し、RTG は撤去されていると言われている。撤去した原子力電池がどう廃棄されたのかまで言及されておらず、本当に撤去したのかは定かではない。近海に捨てたのかもしれないし、実は撤去できていないかもしれない、ちゃんと処理したのかもしれない。2000年代に日本建築学会の研究者が現地を調査したところ、灯台内部に日本統治時代の建具や便所タイル、換気口、暖房器具が残っていたが、3階部分はソ連側が増築していたとの報告があった。その後、本灯台は荒廃が進む一方で観光地として人気を博すようになり、2020年の灯台ツアーでは数千人が訪れた。この状況を受け、地元では中知床岬灯台の修復や観光地として整備を求める声が上がっており、サハリン州と灯台を管理するロシア国防省の間でその実現に向けた協議が行われている。内部は廃墟と化しているが、サハリン州政府がソーラーパネルを設置し、天気が良かった日の夜には灯台が光り輝く様子が見られる。大泊まり、現在のコルサコフから小型船に2から3時間乗れば中知床岬灯台付近にたどり着くことができる。そこからロープを使って岩に登って灯台の基礎部分に近づく。それ以外の方法はない。ここまでしながら中知床岬灯台に行きたい廃墟移行マニアは世界中に数多くいた。ロシアのウクライナ侵攻が始まる前までは。